こんにちは、てまです。いつもてまチャンネル見てくれてありがとうございます。今日は横浜珍獣屋さんのお取り寄せグルメツタタプ鍋を楽しみたいと思います。ツタタプ鍋はリスのお肉のことらしくて、私リスは好きなんだよな。でもね、ちょうどね、友達とリスが食べれるらしいよってお話をしていて、でへえ、じゃあ通販で売ってんのかなって思ってリス通販って調べたら、そのタイミングでですよ、珍獣屋さんがコロナの影響で通販開始しましたって言って、リスの鍋っていうのをババーンとね出してたんですよ。このタイミングでリスが食べれるっていう話と、このリスの肉の通販がね重なったんだったら食べるしかないだろうと、そのことでね、今日はリス肉とその他ジビエ料理楽しんでいきたいと思います。鍋の作り方、これがリスのお肉です。イノシシ、私イノシシの鍋って食べたことなくて、せっかくだから挑戦したいなって。生地、これは絶対美味しいです。私、キジ肉は前に動画で食べたことあるんですけど、めっちゃ美味しかったんで、これは期待しててください。味噌酢、なんか生姜かな、なんかの匂いがする。ではまずお肉をそれぞれ半分に分けました。これが、こっちがイノシシ、こっちがキジさんで、これも同じようにイノシシ、キジ、イノシシ、キジに分けました。これなんですけど、ごま油とニンニクで揉むと美味しくなるらしいので、片方はそうしましょう。で、片方は素材の味を楽しむ。で、ちょっとおろしにんにくがないので、代わりにちょっとこのガーリックパウダーを今ちょっとがっつり、でもいい。もう美味しそうだ。ちょっと入れようかな。にんにくはね、多めが好きなんですよ、私は。めっちゃいい匂いする。これ絶対美味しい。で、続きまして、今度こちらリスのお肉なんですが、これは肉団子状にしちゃいます。手でこねてお団子を2つ作ってくださいって書いてある。2つに分けて、こんな感じかな。結構トロトロしてる。
のかな、なんか結構ちょろっとしてて、なんか重力にも勝てない気がするんだけど、これ、まあ、これを1個、でもう1個か、あ、これもね、これはなんかもう味ついてる、なんかごま油の匂い、いや、これ私の手の匂いだ。できましたということでね、この美味しそうなチタタプ鍋いただきたいと思います。ちょっとまずネギからいこう。タレにつけてもまだ味噌の味が効いてて、え、ご飯食べたい。これご飯で食べたら絶対美味しいやつだ。生地肉めっちゃうまい。ちょっとなんかね、後味に後引く臭みっていうんですかね、えぐみ、アク、アクじゃないね、あるんですけど、それがやっぱジビエ料理のいいところでもありますよね。このコクは鶏肉とかじゃ出せないんで。あれ、今の肉イノシシだったかもしれない。なんかイノシシっぽかったな。ちょっと癖が重いのが強かったんで、この癖の強さはイムシかもしれない。じゃあ次、生地ね。うん、うん、こっちは生地だわ。じゃあいよいよ本命のリスいきます。ちょっといっちゃおうかな。いやでもちょっと、うん、大丈夫、ちゃんと火通ってるね、うん、これ元々の味付けなのかな。あ、甘いの、え、あのリスの風味がね、あの思いのほか癖がなかったっていうか、私の今まで食べてきたどの肉とも違いますね。なんか甘くてあっさりしてて、あ、でも豚に近いのかな。豚よりでも柔らかかったお肉が、こういうものなのかな。なんかね、ホロホロっていうか、ホロホロっていうとおかしいんだけど、なんかこうわーって、なんか柔らかい、こう味付けは濃いんだけど、このお肉がふわーっとしてる、なんかそのギャップがある。これサバイバルで
リス見つけたらもう狩りに行くしかない程度には美味しい。ということで人生初のツタタブ鍋でした。いや美味しい、美味しいっていうか、いや もっと食べるよもちろん。雑炊にしました。美味しい。ご視聴ありがとうございました。